三島幸夫文学館は、山梨県南鶴郡山中小村平野の山中湖文学の森公園内にある文学館。三島幸夫唯一の文学館として、1999年7月3日に開館した。公的機関での三島資料の保存、利用を希望する三島の遺族の意向と、山中湖文学の森公園建設の構想が一致したことから、 三島文学の研究と普及を基本理念として設立された。運営は山中小村教育委員会。初代館長は佐伯昌一。2008年晩春からは松本徹。2017年5月からは佐藤秀明が館長である。三島幸男文学館はフランス発行のミシュラングリーンガイドジャポン2009において二つ星となった。館内には 三島幸夫の全書半本をはじめ、実機筆原稿、創作、取材ノート、肉筆資料、絵画、書簡、肖像写真、著書、研究書、翻訳書、書室誌、映画、演劇資料などが保管され、一部を展示している。映像や検索用パソコンなどによる資料写真や解説も紹介され、三島の生涯や文学を垣間見ることができる。 三島と山中湖は特に強い縁はないが、自衛隊の体験入隊では、山中湖近辺で、産地東派訓練をしており、小説、暁の寺、乱両王、恋と別里と、蝶々などには、山中湖が登場する。暁の寺創作、取材ノートでは、三島がスケッチした山中湖一帯の地図が描かれ、富士山、旧鎌枕王冠、北富士演習場や、 周辺の地名が記されている。徳富祖宝館と並んで立地している。アポロ像2017年6月現在、像の腹部の中央から右にかけて、あたかも三頭が腹を切り裂いていったと同じような奇跡のひび割れができている。文学館スタッフによれば、設置時には、ひびはなく、徐々に中央から広がっていったという。エントランスホール文学の森。 文学の象形、富安風星区比、庭として花の大湖に傾くる風星庵、創成庵中庭のアポロ像から三島、雪尾文学館の中庭には、三島邸の一部をイメージ再現したアポロ像があり、尺投げの道を隔てた隣には、1998年7月25日に開館した徳富祖宝館がある。その他、山中古文学の森公園内には、 山中湖とゆかりのある文人や、俳人の石碑が19基ある。また、富安風星の俳句を展示した、風星案、山中湖村で使われていた昔の農器具、民具を展示した、創成案、山中湖の文化資料、図書を所蔵する、情報創造館などもある。初出版の、花盛りの森から、最後の、乱王までの著書99冊と、写真入りの略年譜を展示。 三島の初版本を一堂に展示することにより、その作品の多彩さをビジュアル的に紹介している。さらに、三島の略年譜も一緒に展示することにより、これらを見比べながら三島の作品と生涯をたどることができる。学習院初等科から東京帝国大学時代までの初期作品時代の肉筆資料を展示。百二十五年に誕生した三島幸雄の少年期は、 太平洋戦争の時代と重なる。三島自身もいずれ戦争で命がなくなるものと覚悟し、生の証を残すため執筆に没頭していた。学習院の国語教師、清水文雄により、花盛りの森が文学導人雑誌、文芸文化に掲載される時に付けられた筆名、三島由紀夫を使い始めた頃の資料を中心に展示している。館内には、 若垣きの多い3島の10代の頃の著作物が数多く保管されているが、学生時代に多くの未公開の作品群があったことは、この文学館の資料より初めて世に知られることとなった。保存されている10代の資料中には、小説の他作文、評論、詩歌、戯曲、書簡、創作ノートなど貴重なものが含まれ、幼年時代に描いた絵などもある。戦後、 プロ作家としての地方を固めた20代の頃の資料を展示。川端康成の主催する雑誌、人間に短編を掲載させてもらった時期から、初の長編、盗賊執筆、大倉賞辞職後、仮面の告白で本格的に文壇デビューを果たし、愛の渇き、青の時代、金時期を次々と発表した頃と、世界一周旅行以後の潮再発表など、作家として、 有名になった時代の資料を中心に展示している。創作活動が幅広く盛んになった30代の頃の資料を展示。金閣寺、美徳のよろめき、京子の家、縁の跡、遊国、獣の戯れ、美しい星、午後の栄光、絹と名札などの小説、近代能楽集、六名館などの擬曲を旺盛に発表していた時期の資料を中心に展示している。さらに、 文学以外のボディビル、ボクシング、剣道などの肉体改造、映画、空っ風野郎主演、写真モデルなどの活動に関する資料も展示している。長編大作、北条の海を執筆し始めた頃から実施に至るまでの40代の時期の資料を展示。最後の長編となった、北条の海四部作、戯曲、佐渡公爵夫人、須作家の滅亡、 我が友ヒットラー関連の資料、米国公演の直筆原稿、ノートやメモ、ザ・タイムズ紙掲載原稿など、ノーベル文学賞の候補にも上がった頃から遺作までの資料を展示している。三島の死の反響に関わる資料や、死後に刊行された著書、全集、映像資料、映画、演劇関連の資料を展示。展示室内の映像ルームでは、 数々の三島原作映画を手掛けた藤井博明が制作した映像、世界の文豪、三島幸男が繰り返し上映されている。世界の文豪、三島幸男は、第1部、三島幸男の生涯と作品が30分、第2部、北条の海が24分の合計54分間で、午前10時15分から午後4時30分までの上映時間となっている。 展示室内のコンピューターにより、三島作品に関する以下の情報の検索ができる。三島自宅の書斎の一部をイメージ再現して展示。三島の書斎の本棚が再現。書斎のドアは鏡張り。スチールの机の上には、黒電話、原稿用紙、愛用していた万年筆、タバコが置いてある。収蔵されている新たな未公開資料を随時公開展示。 1964年に三島が新聞社の依頼で東京オリンピックのリポーターをしていた際のノートが2015年3月24日に公開された。表紙にオリンピックと付されたこの取材ノートには開会式、バレーボール、重量上げなどを観戦した様子が国名に書かれている。ノートの内容は決定版三島幸男全集にも未収録だったが、 同年3月23日発売の学術雑誌、三島幸雄、短編小説、三島幸雄研究15に掲載されている。2階にある閲覧室、研修室では、収蔵図書、雑誌、記用などの閲覧ができる。ただし、利用には1回受付で申請書の記入と、保険証、運転免許証などの身分証明書の提示が必要となる。利用時間は、 午前10時から午前11時30分、午後1時30分から4時30分まで。閲覧室の利用には、図書、雑誌類などを見る閲覧と、実機筆原稿、創作ノートなどを見る特別閲覧があり、通常の閲覧は利用申し込み当日に可能だが、特別閲覧は予約制となり、当日利用はできない。特別閲覧は、オリジナル閲覧はできず、 コピー資料での閲覧となる。特別閲覧を希望する場合は、資料の所蔵の有無等をメールか、ファックスで確認した上で、特別閲覧申請書での事前申し込みとなる。閲覧日の10日前までに申請書を郵送で、必着させ、後日送られてくる特別閲覧許可書を当日持参するなお、通常の閲覧では、著作権の範囲内でコピーサービスを行っているが、 特別閲覧ではコピーできない。三島文学の研究と普及を基本理念として山中湖フォーラムを定期的に開催している。山中湖フォーラムを縮小する形のレイクサロンは講演会とフリートークから構成され毎年開催される。ただしゴールデンウィーク期間中は月曜日、火曜日も開館。三島幸夫文学館。 徳富祖宝館との両館共通チケットになっている。なお、山中小村の村民は、村民証明書、住民基本台帳カード、保険証、運転免許証のいずれかを提示すれば、無料で入館できる。村民証明書を提示すると、村外にいる家族5名まで無料で入館可能。三島幸男文学館各方面からのアクセス詳細は、三島幸男文学館へのアクセスを参照。 駐車料金は無料。ありがとうございます。